エドワード・バーネット・タイラーエドワード・バーネット・タイラーは、イギリスの人類学者。文化人類学の父と呼ばれる。宗教の起源に関して、アニミズムを提唱した。タイラーは、文化進化研究の先駆者の一人と考えられている。原始文化と人類学において彼は、チャールズ・ダーウィンの進化論をもとに、人類学を、科学的な研究として位置づける試みを行った。 彼は社会や宗教の発展に機能的な側面があることを信じていた。彼とその指定による研究は現在でも19世紀における社会人類学の主要な成果であると考えられている。彼は人類の歴史研究や戦士時代の研究によってイギリスの社会の形成基盤が明らかになると信じていた。彼はアニミズムを全てのものや自然現象に 霊魂や精神が宿るという思考と定義した。彼にとっては、アニミズムは、宗教の初期段階なのである。タイラーは1832年、ロンドンのキャンバーウェルで、財産豊かなクエーカーシントで、ロンドンの新中工場のオーナーであるジョセフ・タイラーと、ハリエット・スキッパーの息子として生まれた。トッテナムのグローブハウススクールに通っていたが、青年期には、 両親の死と彼自身の厳格なクエーカーとしての背景のために大学の学位は取得しなかった。死後両親の会社を引き継ごうとしていたタイラーは結核と思わしき症状を発症したためにそれを取りやめた。1855年アドバイスを受け入れ療養のために温暖な中米に旅立った。この経験がタイラーに 他文化を研究するという彼の人生をかけた興味を形成するきっかけとなった。旅行中、タイラーはクエーカー教徒で民族学者、考古学者でもあるヘンリー・クリスティと出会った。クリスティとの出会いは、タイラーに人類学に対する彼の関心を大きく刺激し、戦士研究を含むために彼の疑問を広げるのを助けた。タイラーの最初の出版物は、 1856年のクリスティとの旅行の成果についてのものだった。出会った人々の信仰と習慣について記録し、イングランド帰国後の1861年にアナファック、オアメキシコザ・メキシカンズ、エンシェントモダンを出版した。再び旅に出るまでの間、タイラーは現代と戦士時代の部族社会の監修と信念について研究し、 1865年にリサーチズイントゥーザアリーヒストリーオブマンカインドアンドザデベロップメントオブシビライゼーションを1871年には代表作プリミティブカルチャーを刊行した。1896年に彼はオックスフォード大学の初代人類学教室の教授になった。そして1912年にナイトに除された。ありがとうございます。